イエース不動産の鬼まの仕事、沢茂美です。ハロ l l o y さて、えー、今日も、えー、用語解説と知識ということで、えー、これらのことについて話していきたいと思います。今日はですね。 おとり物件、見せかけ入居、偽申し込み物件。いや、なんか怖そうな名前が続いてますね。これね、あの不動産業界、これらを知ると、不動産業界のこれ裏事情みたいなのがですねちょっと見えてくるので、面白いかなと思って、ちょっと解説してみたいと思います。まず、おとり物件っていうのは、これお、ね、おとり、ね、でこいなわけですよあの。釣り物件とかとも言われたりしますけどね、どういうことか。 いやなんかすごい良さそうな物件が掲載されていますと、これすごいんだ、なんでみんな買わないんだろうって言って、こう電話かけるわけですねえ。すみません、何々不動産ですかと、まだこのどこどこのなんとかのアパート、これ周り20%、これすごいやつ、なんか良さそうなんですけど、まだありますかねって いやーすいませんたったさっき決まってしまったんですよあそうなんですかいや,や、ね、不動産は生ものですからすぐ決まってしまいますんでねでもこれ似たようなすごいい物件があるんですけどご紹介いたしましょうかってこう来るわけですつまりこうねもう まあ実際はないのか、まあ、あるかもしれないです。これねあの、悪いことなんで、本当はあるのかもしれないし、まあ、本当にさっき売れたのか分かんないんですけど、そうやっておとり、餌をまいてですね、まき餌みたいなもんですよ、ね。で、こう寄ってきた人たちに自分たちが紹介したい、自分たちが売りたい物件を紹介するっていう方法ですね。まあ、これ、実際、禁止されてますけれども、本当にさっき決まったのかどうか、これ、分かりようがないんでね。 あのまあ、大体やってたりするんですけど、まあ、こういう不動産業者っていうのはまあすぐに、あそこはお取り物件多いねってことで、不動産業者の間でもこうちょっとつまはじきにされたりしますけれどもね、まあ、そういうお取り物件をやって、まずお客さんに来てもらって、そこから自分たちの紹介したい物件を紹介していくなんていうのもあります。まあ、これはかわいいもんといえばかわいいもんかもしれませんけどね、まあ、次の見せかけ入居なんてね、皆さん、あのー、満室の物件と、 空室ガラガラの物件、どっちがどっちを買いたいと思いますか、ねまあ、私なんか空室ガラガラの方を買いたいと思いますけど、そういう人少ないので、あのーまあ、みんなね、満室の方がが僕でもできんじゃないかなとかね、あのワンスの方が楽だなあ、満室ということは人気の物件なんだな、あ近くに何かあるのかなとか言って、こう満室の物件を買いたくなるわけですよ、ね、で、みんなが買いたくなるということはまあ値段が高くなるんですけど、そうですよね。あのでということは、売り主も満室にしてから売りたいですよね。 なので、まああの、どうしてもあの、まあ、入居者がつかないような仏教なんとかかんとか、ね、値段を安くしたり、こう賃料が負担五5万円のところ、3万円とかに下げたりして、満室にしようとするんです。ただね、それ3万円だと利回りも減ってしまいますので,で家賃が減、家賃の総合計が減ってしまうと、利回りも減ってしまうであので、入居者さんはあ、これみんな5万円なのねって思ってやりたいわけですよ。で、まあ、あの場合によってはですね。 フリーレント、5ヶ月とか6ヶ月とかつけて、フリーレントっていうのは、ただで5ヶ月間住ましてあげるから、その代わり家賃5万円でねと、で家賃5万円であの、ね、5ヶ月たで1年で出ていく人がいたら、まあ、そういう場合はねあの、必ず1年以上住んでくださいみたいなあの特約がついたりするんですけれども、あのそうしたらね、実質まあ半額みたいなもんじゃないですか、ね、6ヶ月間フリーレントをただで住めるんだったら、実質半額の2万5000円で住んでるもんですよね。 なので、そうやって入居して、満室にする方法もあるんですけど、それすらやらない。それすらやらない。まあ、さっき言ったね、レントロールとか、その募集の期間とかを見れば、まあ、私の場合、読み解けるので、その読み解ける方法についても、まあ、後ほど本編の中でシェアしていきますけれども、あのー、それすらやらないで、入居してないのに入居してますっていう感じにする、これが見せかけ入居ですね。 これはやばいですね。だから、あのまあ、大体私ね、レントロールみたいにね、こうやってあの物件の感じを見ただけで、あ、これちょっと臭いなとかって分かるので、まあ、内見しに行った時きに、まあ、外から見るんですね。そうすると、例えば一発アウトなのこのカーテンのない家とかね、カーテンないところに普通住んでませんからねあの、カーテンない、あそこ明らかに空室だろうって分かるわけですよ。それとか、決定的に分かるのは、 室外洗濯機置き場、まあ、要はベランダとかに洗濯機を置く物件があるわけですね。まあ、あの部屋の中に洗濯機が置いてあるのは普通じゃなくて、郊外とかでは、まあ、まあまあな確率でベランダが洗濯機置き場になっているわけですよで。その洗濯機置き場が外にあるにもかかわらず、それ洗濯機が置いてあるところはあ、あそこ住んでんだなってすぐ分かりますよね。で洗濯機が明らかに置いてないよ。絶対これ、住んでないだろう。ね 洗濯機も置いてなければあのなんだ、カーテンもない、そういう物件というのはもう確実に空室なわけですよ。だから、例えば満室とか空室はこの部屋だけですとか言って、空室1部屋のみとかって書いておきながら、明らかな空室が、ね、5、6個ある。これは明らかに見せ書き入居ですよね。まあ、そういうのも交渉の材料に使っていって、例えばあの満室というか、あの0室中9室、入室ということでしたが、私、現地に見に行ったところ、どうやらあの実際に住んでおられるのは、 あなた、嘘ついてるでしょって言ったらね、あの失礼というか、交渉が悪くなりますので、どうやら現在、本当に入居者がいるのは何部屋とお見受けいたしましたみたいな、ね、そういうので、でだからあのこういう賃料になって、そこの部屋をリフォームしなきゃいけないので、いくらかかりますので、みたいな、だからお値引きお願いしますみたいなことを交渉材料にするんですよ。で、まあ、その、まあ、現地見に行くんですけど、そういう見せかけ入居、あとはですね、あそこ見れば分かります。あの手紙を入れる メールボックスがパンパンになってる部屋っていうのは、これ人が住んでない部屋なんです。まあ、だから大体、あの業者が入れないようにあの、ダイレクトメールとか入れていくの、業者ですからね、業者が入れないようにあのガムテープみたいなのでその、ここはいませんよ、入れませんよ、郵便物受け付けてませんよみたいなのを部屋ごとにこう貼ってあるわけです。でそれを見てこここここことここととここは空室なのねと でそれが貼ってなくても,もう、もう、さーっと入ってたらね、まあ、大体1ヶ月に1回くらいしか管理会社来てね、まあ、1ヶ月に1回も来てたら上等ですけれども、あのその溜まってる郵便物とかをこう持って帰って捨てるわけですね。まあ、そういう、まあ、1ヶ月にやってたら上等ですけども、そういうのもさーっと溜まって、もう溢れてるようなところっていうのは、まあ、その管理も行き届いてないようなところですよね。まあ、そういうのを見れば、どんくらい空室あるんだなっていうのが分かります。まあ、現地行かないと分かんないっていうのはありますけども、Google マップでね。あのうん グーグルストリートビューで見てうわこれねあの、まあ、ちょっといつだか分かんないけどまあまあ空室出てんなとかそれがレッドロールと合ってればいいんですけれども。 あレントロールっていうのは、こうな、何号室、誰が住んでて、いつからねみたいな、そういう書いてあるのが、その物件の資料請求すると手に入りますんで、そういうの見比べてやってみてください。まあ、そういうのが見せかけ入居ですね、本当にやってる。あとはあの、いやいや、住んでるんですと、契約だけしてるんですけど、その人が今は住んでないんじゃないんですか、よく知りませんけど、でも契約書はありますみたいなのがあって、じゃあ、誰が住んでるんですかって、ねしら、調べると、例えば親戚が住んでて、住んでたことにしてくれみたいな、そんな契約ですよね。 そういういパターンもあります、まあ。とにかくオーナーは売る前になったらですね、満室にしたいんですよ。満室に近ければ近いほど高く売れるわけです。空室がラガラだと誰も買ってくれないのし安くなるんですで。そういう物件を満室にできたらいいんですよね。で最後、これ偽申し込み物件。これ偽申し込みっていうのは、まああのまあ、さっきのおとる物件みたいなものですけれども、まあまあ、本当にあるんですね。その物件があるんですけど自社で管理している。 自社で管理してえー、売るために出してるのにんで売りたくないなって思うかっていうとですね、その不動産会社 A、A 不動産屋に対して私がこう電話したとします。この物件まだ空いてますかいやー、この物件ね、今申し込みが入ってて、えー、っともうその方が一番手なんで、これ無理ですと、うん、あのどっか行ってくださいっていう対応をされることがあるんですね。で、実際はそれ申し込み入ってなかったりするわけですよ。 で最初に、かといってね、最初に申し込みが入った人に売らなきゃいけないということもないので、別にあの一番確実性が高かったり、売りたい人に売ればいいんですよ。売りたい人に売ればいいんですけど、そうやって嘘をつくことがあるんですね。これ、なんでかっていうと、営業者は、営業の,の売り主の業者はですね、まあ、元付け業者です、元付け業者は、自分のところでお客さんを見つけてきて、売りたいわけですね。それが、あのー、なんていうか。 自分のところから経由で来てないお客さん、まああの、要はネット広告から来たお客さんとかだと、そのネット広告のところに手数料を払ったりしなきゃいけないわけですね。で元付けじゃないところに の要は他の不動産会社の経由で来たところっていうのは、そこの経由で来た不動産会社に手数料払わなきゃいけないわけですねで。その手数料を払いたくない、自分で全部決めれば全、すべて両手で、要は2倍手数料が入ってくる,来るわけですよ。2倍手数料をもらいたいから自分、自社で売りたい、だから申し込み入ってますって言って断るっていうパターンですね。 これも、まああのまあ、嘘をついてるという意味では悪いんですけど、まあ、別にそれはあの売りたい業者が、ね、売ればいいんですけど、逆にそのオーナーさんは、その物件が売れるチャンスを逃しているわけです。オーナーさんは、その不動産、A 不動産会社に、えー、その販売を委託しているから、自分たちで売れば手数料が2倍だから、売れるチャンスを見逃して、みすみす長い間、その、まあ、 あの売却の期間が延びていってる売れるチャンスを失ってるってこれ悪いことなんですね、まあ、でもそういう手数料が欲しいからまだ申し込み入ってないんだけど申し込みが入ってますっていうその偽申し込み物件っていうのもあるっていうそういうことだけ覚えておいてくださいあなるほどね不動産業界ってそういうあやっぱりあの大きなお金の取引が行われてるから まあなんか一筋なんていけない、行かないのね。まあ、裏事情とか不動産業者が何を考えているのかとか、そのお金はどういうふうに回っているのかとか、そういうのを熟知していないといろんな交渉はできませんよということで、今日この3つについてご紹介させていただきました。他にもいっぱいあると思いますけどもね、まあ、またおいおいあ、なんか思いついたらの解説していきたいと思います。それでは今日も楽しんでいただけましたかはい。それではまた、イエース